アレクサンドル・カバネル、フェードル・モンペディエ、ファーブル美術館所蔵パイドラーは、ギリシア神話の女性である。長母院を省略して、パイドラとも表記される。クレータ島の王、ミーノース・トパシッパーッパへの娘。カトレウス、デウカリオーン、グラウコス、アンドロギオース、アカレー、クセノディケー、アリアドネー、の兄弟。アテーナヨー、テイセウスの妻。 テイセウスとの結婚の祝縁の席に嫉妬したアンティオペイが他のアマゾーンたちを引き連れて乱入し命を狙われるがテイセウスに助けられアンティオペイは殺されるテイセウスとの間に双子アカマースとデーモポンとをんだ後テイセウスとアンティオペイの息子ヒッポリュトスへの恋をアプロディーテイに吹き込まれ義理の息子を愛してしまうしかしその恋は実らず恋文は焼き捨てられ ヒッポルトスに罵倒される。彼がテイセウスに訴えることを恐れ、自分の寝室の扉を破り、衣を引き裂き、ヒッポルトスが暴行を働いたと偽りの訴えをした。テイセウスはこれを信じ、ポセイドオンに祈り、ヒッポルトスは戦車に引きずられて死んだ。しかしその後、自分の蓮状が露見したため、自殺した。その名は、輝ける女を意味し、本来は、パーシパエ アリアドネ同様大地の女神だったと考えられている。ありがとうございます。